はい、おはようございます。マスダです。意味ないじゃんってことですね。今日はですね、まあ、僕だいぶ古いですねこのネタね。あるお客さんがですね、マスダ先生いつも古いですよってですね風に言われるんですけども、最近全然そのネタのことを知らないんで、また勉強しておきたいと思います。いつもですねブログをご覧になってくださって本当にありがとうございます。今日はですね、なんか暑いですね。なんか雨が降ってて、こっちは関西は雨なんですけれども、まあ、そんなことはですね、つゆ知らず、頑張ってですね、ビデオを送っていきたいと思います。今日のですね、あなたへの送るコンテンツはですね、この前予告した通りですね、お金の話についてですね、お話をしていきたいと思います。まあですね、成功法則っていうのはたくさんありますし、いろんなですね自己啓発とかいろんな考え方があると思いますけれども、ほとんどの自己啓発とかビジネスマンがですね求めるものなんですね、このお金のことだと思います。お金のコンテンツをですね今日はお話をしていきます。まあなぜですねこの話をするのかといえばですね、お金の使い方間違えてるとですね、お金全然貯まっていきませんし、売上が上がるイコールお金持ちではないということですね、今日はお話をしていきたいと思います。まあですね、お金というのは一体何だと思いますか？お金って一体何ですか？あなたにとって。僕はですね、お金というのはですね、物との引き換え権っていう概念もありますし、価値との交換っていうのもありますけれども、僕はですね、こんなこと言ったら品種買うかもしれませんけれども、ただの紙切れだと思っています。はい。紙切れです。だって紙でしょ、あれ。はい。よくお金って感情があるから、感情の人のところに入ってくるって言いますけど、あれは、一理あるけれども、間違いですよ。そういうことを言ってしまったら、いい人たち、まあ俗に言う一般的にあの人いい人ねっていう人たちはですね、みんなお金持ちになってると思いませんか？はい。なのでですね、お金に対してですね、新しい概念を持っていただきたいと思います。まあ、お金と言ってもですね、使い方はですね、2種類しかありません。あなたがですね、ブランド物のカバン買ったりとか、ベンツ買ったりとか、何でもいいですけれども、そのお金を払って、またリターンがある。これがですね、投資ですね。でも、ただ使ってるだけ。友達と飲みに行ってですね、その、なんていうんですか、見返りはないというか、リターンがないですね。これ、消費ですね。ほとんどの人はですね、お金が入ってきます。例えば、売上ですね、1日、10万、まあ、10万ですね、入ってきたとします。その10万をですね、投資に回さずにですね、うわ、こんなにお金入ってきたってですね、なんか自転車とか買う人いるんですけどね。ダメです。はい。そんなことしてじゃ、いつまでもお金貯まりません。でもですね、これを知らないとですね、どんどんお金貯まらなくなってきますん で、投資というのはですね、例えば治療院でいうとこのサロンでいうとこのですね、広告であるとか、そのホームページを作るための費用であるとか、ね、広告費とか、人件費とかっていうのありますけれども、何か見返りがあるものですね。これが投資です。ちょっと豆知識ですけれども、広告費がもったいないとかっていう人いますけれども、広告費がもったいないっていう人ですね、大概消費に使ってるんですね、入ってきたお金っていうのを。あなたの貯金通帳がいくらあるかは僕はどうか知りませんけれども、あなたはきっと消費に使ってると思います。何か買うため、食べるため、どっか行くためだけにお金使ってると思いますんで、ぜひですね、そのお金の 20%、30% できれば半分以上をですね、投資の方に回していけばいいと思います。そのことによってですね、あなたのですね、銀行残高というのがですね、とても上がっていきます。広告かけすぎて破産したとか聞いたことはありませんので、これですね、ぜひ覚えておいてください。そしてですね、今日はこのコップの話なんですけれども、まあ、何ミリリットルでもいいですけれども、コップがあるとします。ね、コップがあって、お水入れるじゃないですか。で、ほとんどのですね、アホなですね、お金の使い方の人ですね、こう、入ってきたらですね、すぐ飲んでしまうんですね。どうなりますか？どんどん入れないとダメですね。わーって。逆にですね、いいお金の使い方、本当のベストなお金の使い方というのはですね、
350ml のですね、お水バーって溜めていきます。じゃあどうなりますか。溜めていくと溢れてしまいます。溢れた分、ついた分どうなりますか。こぼれますよね。そのこぼれた分のお金を何に使ってもいいですよね。別にこれは何に使ってもいいじゃないですかね。こぼれた分のお金を何か自分の好きなものに使うのはいいですよね。だってここに水は潤沢にあるんですから。でもさっきも言ったように、本当のおバカさんはですね、溜まった水を飲んでしまってるんですね。これは飲んじゃダメです。本当の意味でずっといっぱいいっぱいひたひたにしておく。溢れた分だけ何かを使う。これとてもですね、ベストなですねお金の使い方だと思います。これね、宮本信子さんとか伊丹十三、監督のですね、マルサの女でですね言ってるですね、このヒントな、これこういうことを言ってますんで、ぜひですね、マルサの女見ていただければ、お金の使い方ですね、マスターしていただけると思います。そのことによってですね、あなたは賢いお金の賢人となりますし、お金っていうのは感情がないっていうふうに最初に言いましたけれども、その賢人の人たちのもとに最もお金を増やしてくれるところにですね、お金っていうのは集まっていくものです。はい、そりゃそうですよね。すっかすかのところにですね、お金、例えば水やってもですね、何も潤わないじゃないですか。でも今まさに潤ってるところにお水をやると、どんどん自分のところに出てきますよね。出てくる。これを覚えておいてください。今日ですね、そんな感じですね、終わっていきたいと思います。次回はですね、土壌を作れ、革命を起こせというですね、お話をしていきたいと思います。次の話を聞くことによってですね、あなたはもはやですね、周りの治療院たちとやってることが全然違うくなって、業績は本当に青天井になりますので、ぜひですね、次回のお話を聞いていただきたいと思います。そんな感じで今日ですね、終わっていきたいと思います。またですね、次回お会いしましょう。では。